皆さんおはようございます。私からは3項目をお話しさせていただきます。まず環太平洋大学の梅木真美選手の柔道世界選手権の活躍についてでありますが、先日カザフスタンのアスタナで開催された柔道世界選手権において初出場で見事優勝を飾られたことに対しまして心よりお祝いを申し上げます。女子78キロ級での日本選手の世界選手権制覇は平成15年、2003年以来実に12年ぶりの快挙であります。環太平洋大学ではバルセロナオリンピック金メダリストの古賀稔彦総監督の指導のもと人一倍の努力を重ねられ力と技を磨き20歳の若さで一気に世界の頂点まで駆け上がられました。梅木選手の柔道にかけるひたむきな姿勢や真っ向勝負を挑む姿は県民に夢や勇気、大きな感動を与えるものであり、県としては岡山県スポーツ特別顕彰を贈呈してそのご活躍を称えたいと考えております。次に平成27年度全国学力学習状況調査結果についてでございます。この度全国学力学習状況調査の結果が公表されましたが、小学校ではこれまで重点的に取り組んできた算数の基礎基本について改善が見られ、家庭学習時間も増加傾向にあるなど取り組みの成果が現れているものと考えています。一方中学校では県と全国の平均正答率の差が昨年度に比べ縮小しておりますが、依然として厳しい結果でございました。またスマホ、ゲームなどの使用時間が全国平均より長く、家庭学習時間の確保に向けた改善が十分進んではおりません。こうした状況を踏まえ、教育圏岡山の復活に向けて落ち着いた学習環境の実現を目指し、実効性のある取り組みを学校、家庭、地域とともに粘り強く続けていくことが大切であると考えております。また生き生きプランに示している小中学校ともに10位以内の達成については依然厳しい状況でございますが、学力向上策をぶれずに進め継続して取り組みを進めていくことが重要であると考えているところでございます。最後に県立高校の教員の不祥事についてでございます。先日の県教委職員の不祥事を受け、気を引き締めて個人の自覚や組織を見直すように通知があった矢先にまたもや教員の不祥事が発生したということは、一体このことをどう捉えているのかと残念で仕方のない思いでいっぱいでございます。今県を挙げて教育再生に向け一丸となって取り組んでいる最中に、その教育への信頼が大きく揺らいでいる重大事態であるという現実を踏まえて、現場の教員一人一人に自分は組織の一員として非常に重要な仕事をしているんだという強い自覚を求めたいと思っており、県教員にもその徹底が図られるよう取り組んでほしいと考えているところでございます。私からは以上でございます。